はい、どうもゴルペング4です。どうもです。りょうです。はい、今回はテーラーメイドの新作ドライバーの試打動画です。SIM2 MAX です。前回 MAX のこの D の方ですね、試打しまして、すごいパーツごとでその組み合わせている感じのカーボンが多くて、このアルミの、うん、僕前回ね、フレームって言ってるんだけど、キャロウェイ持っていかれてる。うん、あ、こっちスピード、あれ、フレームの。こっちはリング。あですか ね。これが今回試打したのは 10.5 度の、さらだったかな、ちょっとね、もう一本シャフトが途中で動画出てきますが、 まずそれはちょっとね、カスタムのシャフトなんだけど、別の動画でレビューをするので、まあ後半それは、トークしようかなと思うけれども、見てもらいましょう、うん、はい、どうぞ。ご存知でしょうか、ゴルフクラブの会員は1年間でなんと高額買取り、ゴルフパートナーをよろしくお願いします。スピンヘッド3200。
トモは比較的いいんですよね、うん、弾質はね、うん、あのシム2の MAX-D の方と比べて少しこう捕まり抑えられて、うん、弾の低さもちょっと低くなってて MAX-253?7? ぐらいキャリー飛んでたので今までのこのシダの、今年に入ったやつでは最長を打ってますのでいいんですよ。初速も出てましたしスピン量も結構いい弾道で飛んでましたのでちょっと捕まらないぐらいになったって感じでしょ。 D よりね、うん、D と比べたらそうなるけど前作の MAX と比べたらこっちの方が断然打ちやすい。ああそれはあるかもね、うんうん、形がどうとかじゃないけどなんか振りやすい。まあでもほらクラウンの色とかも黒だから、うん、前作よりかはこう見た目とかも構いやすいとかあるかもしれないけどね、うん、で問題はね量です、うん、あの去年から言ってるけど、うん、去年のシダの時までは良かったと、うん、シムの、うん、シムとシムマックスのシダしてて、あ結構いいドライバーだなと思ってたのに、それから、もう夏前ぐらいからどんどん合わなくなって、うん、そもそもテーラーの、うん、イナーシャが邪魔してるんじゃないかっていうぐらい僕は、うん、あの全く打てない。あまりにも純正で打てなさすぎたんで、まあ、最初の方でも言ったけどカスタムのシャフトで天聖プロホワイト 1K っていうシャフトがあるんだけど、うん、あれちょっとレンタルしてて 5X で売ったんだけど少し改善されて弾く落ち着いて、うんまあ、弾道も低くなったんだけど純正だともう吹けまくって、うん、弾もめっちゃ右に滑って、うん、なんでかこう捕まえきれない。テーラーの中で一番いいと思ってるのが友が使ってた M6 の D タイプなんだよね、うんまあ、ある程度捕まって、まあ、スピンははっきり言って変わらない自分からして、うんうん、だけど、まあ、ロフトもまあカチャカチャマイナス2とかもできるし、あのこのドライバーマイナス2にするとまた右に逃げて結局スピンあんま関係ないみたいになっちゃうから、うん、なんでかねテーラー打てなくなってきたっていうキャロウェイが今ドハマりっていうんだよね僕の中で。テーラーをね、こう使ってる選手っていうのが、ちょっとハイロフト目でドライバー打ってる選手が多いから、10.5 度とか、だから、これはもうでもちょっとスイングのタイプにもよると思うし、全然ほんとキャロウェイと違う球が出てしまう。初速はね、やっぱ芯に当たってた時は出るんですよ、キャロウェイぐらい。ただ球のコントロールが右に滑るっていう。それを見てると飛んでないから、明らかにやっぱり。もしねカスタムとかまだこのシム2を売ってますのでまたそこら辺でリベンジしたいなと思います、うん、ということでした、はい、今回はありがとうございました。